回は、今回は私もいけると思うな。真顔なんだ。調子いいですね。足立のエネキ便始まりました。さあ、今日は11月27日、11月ももうこれでおしまいですよね。あっという間だけど、この間、11月24日に、アルバムをリリースして、そのアルバムのリリース記念で、この足立の日記便、初めての生放送、どうでしたか皆さん。ね、見てくださった方、多いと思うんですが、この放送の時はまだちょっと生放送前に今収録してるので、具体的に自分でどうだったかっていうのはきっとすごく楽しんでたんだろうなっていうことしか言えないんですけど、アルバムについて、ちょっと今日もゆっくりね、話しつつ絵を描いていこうと思います。今回のアルバム「あなたがいて」は、今まで の, いろんな出会った人それぞれに私が、歌を書いていきたいっていう思いが強くあって、一曲一曲その私が思うあなた、一人一人あなたに、曲を書いていきました。そう、その中で、今回私がニューヨークに、行った、昔ね、行った時に、友達と行った時に、なんか今このご時世だからこそ、そういうニューヨークで何か相方といろいろ楽しんでるっていう曲書いたらいいんじゃないかなと思って、ニューヨークを舞台に、ちょっと曲を書いている、ロードムービーという曲があるんですね。でそこで、本当にティファニーで朝食みたいなところも出てきたり、メトロポリタンのね、美術館とか、それぞれ私のイメージのニューヨークといえばっていうところと、実際に自分が行ったところをなんか詰め込んで詩に書いているんですけど、今回ちょっとその詩には書ききれなかった、でもニューヨークといえば自分は行ったこともあるし、これちょっと大事にしたいみたいな絵を描きたいなと思ってます。やっぱ絵を描くときは対決しなきゃなと思ってるので、今回も太郎さんと対決していこうと思います。なんか画伯だから本当にね、あれなんですけど、でさっき事前にお互いね、そのテーマとなるものの写真を数秒間だけ見て、それでもうこれで見ちゃダメですよっていうことで、これから書き始めたいと思います。11月の27、じゃあテーマを発表します。テーマは自由の女神です。じゃあこれから太郎さん、意気込みどうですか？余裕いや私もいけますよ。今回は私もいけると思うな。じゃあスタート。いや、自由の女神ってみんな、あの上何乗ってるか知ってる？私も知らないんだけどさ、とりあえずなんか女性が本か何かを持って無理ね、太郎さんさ、今なんかずっとこうやってずっとって角度をね、自分で実際にね持ってみて検証してますけど、私の実力を今度こそ、今日こそはね、ちょっと見てもらわないと。自由の女神って確かね、こういうね、髪が長い人だったと思うんですよね。すごい大きいよね、自由の女神って。どれくらい高さあるんだろう。すごい彫りの深い女性ですよね。でね、結構ね、顔もね、細長かったと思うんですよね。笑ってたっけ？どうだったっけ？自由の女神ってどう？ちょっとカメラマンさんに自由の女神笑ってるかどうか審査。笑ってた、笑ってない。真顔なんだ。いや、これちょっといけそうだな。太郎さんごめんね。いや、負
けられない戦いですよ。今度こそね、なんか足立としてはなんか自分結構なんか上手くなったなって思いたいんですよ。いや私も結構これはね来ましたよ、来てますよ、来てる来てる、いい感じなくて、あのもう自由の女神は真顔ですっていうのとかもらってるんで、こっち結構ね来てますよね今回の絵ね、いけるよねこれは。いやいい気がするな今日は、いい日だな今日は、絶対いけるなこれは。でちょっとねあのねあれなんですよ、とってもね海がね綺麗なんですよ。やっぱ私このペンになってからちょっと調子いいですね。いいですよ、足立完成しました。さあ太郎さんどうですかね、待ちますよ、いくらでも待ちますいやいけるなこれは。なんかあのニューヨークに行ってすごくやっぱり衝撃的だったのは、あの何でもサイズが大きいなっていうのをすごい思ったんですよね。まあ、もちろんこの自由の女神もそうだけど、あの食べ物にしてもさ、あのすごく大きくって、でアイスとかも食べたんですけど、アイスとかさすごい色してたりとか、あのもうなんかえこの3つでこのアイスの丸3つでその値段なんですかとかいうのがすごいあって、からあのロードムービーっていう曲の歌詞でも、あの右手にアイスクリーム、左手にアイスカフェラテとか言って歌詞が出てきたりするんですけど、なんかねいろいろ衝撃的だったから、ちょっと歌詞にもね今回あの入れてあったりするんで、ぜひ。てかこの自由の女神の持ってるさあれなんだろう、あれ炎かな、松明、あ、松明なんだ。できましたか太郎さん、どうですか松明なんだあれどうですか、自信のほどはありますか。じゃあちょっと見せてもらいましょうかね、お互いちょっといただいていいですか。じゃあいきますよ、いきますよ、せーの、じゃん。いやねえ本当にやだ、負けるよこれはちゃんとなんか神々しいもんで、ね、女神感あるね太郎さんのやつすごい、しかもちゃんとこのニューヨークのね感じ入れてくる感じ表情もあちょっと微笑んでますね、こちら女神感あります。あと何ちょ何持ってるんですか、魔法のランプみたいな、そうだランプ待って見て見て太郎さんのさあの絵の見て、手に持ってるの魔法のランプそれはもうアラジンの世界ですいろいろとガッチャークしてます。私はなんかおまんじゅうみたいななんか輝いてたなと思って、黄金に、だから松明だとは思わなかったですけど、ちゃんと2人ともでもなんかこのね確かにねランプに見えるかも。いや今回はどっちもいいんじゃないですか、足立もなんかそのちょっと負けてないと思いますよ、いいですよねでもなんかこっちの方がねかっこいいよね、悔しいな。まあまあいいですよ、私もこれニューヨーク入れたらよかったかな、いいなこの NY いいですね、手短いこっちですか、この身長に対してのね、確かにこの身長に対してだって顔の大きさと手同じくらいですもんこの感じでランプ持たれて顔をはめ込むのあるね、顔はめ込むやつありますね、こうやって。いやいいんじゃないですか、ぜひ皆さんちょっと今回も太郎さんと足立の対決どうだったかコメント欄でぜひ評価のほどお願いします。はい、
というわけで、今回は、11月の24日、この間リリースしたアルバムの中からロードムービーという曲があって、そのロードムービーっていう曲はニューヨークをテーマに書いてたりしたので、ニューヨークといえばというところで自由の女神対決させてもらいました。このイラストがいいなと、足立の方の、ね、イラストです、イラストがいいなと思った方はお近くのセブンイレブンのネットプリントの機能を使ってゲットしてください。お願いします。そしてこの動画がいいなと思ったそこのあなた、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは足立の日記、今日はこの辺で。以上、足立からでした。バイバーイ。言い忘れてました、来年、2022年は、アルバムを引っ提げて足立佳奈ライブツアー2022あなたがいてを、開催します。イエイ。北海道から福岡まで、全9公演させていただくので、ぜひ皆さんに、来てほしいなと思ってます。ファンクラブ選考受付中ですので、ぜひ皆さんそちらチェックしてください。以上です。